はいどうも、エルザです。それではサイバーパンク2077をやっていきたいと思います。はい、こんばんは。まあ、さっきやってたんだけどね、別のゲームをね。はい、いらっしゃい。いやいやいや、ね。まあまあ続けて今日はライブしてるんでね。まあちょっとね、序盤なんでまだできるだけ進めるところまで進めていきたい。じゃあやっていきましょう。多分ね、だいぶ色味的に見やすくなったとは思ってるんだよね。めちゃくちゃ色変えたんで、じゃあやっていきましょうか。そういうことね。まあバグか。どうも、知り合いのランナーが B の役に立ちそうなものを持ってて、情報を送るわ。お、なんか情報来たね。バグのジョブはネットランニング。はい。まあまあまあ、今日もね、最高難易度で頑張っていきたいと思います。特にハッキングできるわけでもないんだよね。まあね、珍しく連続でね。これで3回目よ。壊れるたびに修理代を払ってる。これじゃ詐欺よ。管理人に文句を言ってやらなきゃ。さて、あれ自分の部屋だったんだ。あ、こっちこっち。開けて。さあ、保管庫を開けると。お、銃が。最初の時の衣装っぽい。下がるんだ。下がるのか。下がるんだったら。持ってる意味ないもんな。そういうことか。スニーカーいるか。どっちか、こっちでいいか。んで、この辺りもマックスドッグ。クラフトアイテムか。そうなのよ。ね、ウィッチャー3とかでもなんだけど、重量制なんで、重さがね、意外とだから銃は使わないやつとかは、なるべく直しとくとか分解になるのかな。車のトランクからもありなんだ。へえ。また。マジね、FPS 視点がね、慣れん。シャワーね。ちょいっと。サイバーウェアとかまだよく分かってないのが出てくるからな。
イパーデッキも多分ゆっ、んーちょっと待った、今今武器が、うん、そうだね、しまってたね。ダブルバレルショットガンとアサルトライフルか。ショットガン、そうだね、僕はどちらかというとショットガンの方がいいな。ショットガンより、そうだね、これは一旦預けれないのか、この状態では。もう一回預けて、んで休むしかもうないのかな。ほうほうほう、なんかあるね。取れそうなものは取っておけばっていう感じだね。いや、見るだけか。うん、まあよくわからぬがという感じかな。で服も手に入ったから、服服いまだに覚えれん。帽子は、あー、まああってもなくてもって感じだね。いやだいぶ雰囲気変わるな。あー、なんか違う気がした。帽子がいらんな。まあそこをあれしてる場合じゃないんだけど、外してねえよ。いやね、サイバーパンクもねしたいし、サクナ姫もしたいからね。好きなようにしないとね。まあね、あとはどっちともね時間がかかるゲームなんで、楽しんでやるのがね。さあ起きた。おう、ジャッキー。なんだ、寝不足か。まあいい、さっさと起きろ。ターゲットの生体モニターに繋いだ時、何かにやられたみたい。わからないけど、神経ウイルスとか。ビクターに見てもらう。このままじゃ頭と胃がおかしくなりそうだから。じゃあ俺が連れてってやるよ。お前の車でな。服着たら下に来い。はい、シーナ・ジョーンズよ。ワトソンの仕事なら私に任せて。どうやって私の連絡先を。それに名前も。本集めは得意な方なのよ。じゃあね、ビン。まだ死にたくないの。まあちょっと無視しよう。なんか知ってるのがおかしいって感じなんだ。アイテムと、マックスド、マックスドゥっていうのがなんかあれなんだよね、クラフトで使うのよね。何してるの。何も。これは何。
売る、あ、売るとかあるんだ、ちゃんと。まあいいかな。んで、どこに向かえばいいんだ。取らない。もうちょっと頑張って取ってくれればな。いいのかな。まあ助からなかったね。ったく、こんなとこもううんざりよ。それで助かったの。これ助かったっていうの。めっちゃ話しかけられるけど。ねえ、ちょっと設定時っていいですか。ね、モサッてした感じが苦手で。降りて、はい、下、はい、グルーあるね。でもなんかもらえるわけではないのか。どっちどっち。こっちね。分かりづれえな。特には入れないか。大丈夫です。ああ、これね、角度ね。すごいだろ、こいつ。次世代のボクシングってやつを体験できるぜ。次世代のボクシングか。違う。やってみるか、ボクシング。やってみるか。足を動かして頭を振れ。今度は何だ。なかなかのパンチを持ってるな。それで稼ごうとは思わないか。試合をセッティングしてやるぞ。いやー、ご遠慮しとこうかな。何か買えるものは試合の件だけど。ねえ、ああ、強烈なパンチを繰り出すのを見た。研ぎ澄まされた直感とキレの良さを持ってる。クロームで強化すれば王者の座も夢じゃない。で、その試合だが、まず言っとくと合法じゃない。だがかなり稼げる。稼ぐのはいいけど、どっちもさ、こっちはお前が得た賞金から数パーセントだけもらう。仲介料だな。仲介料だな。楽して儲ける話ね。要するに私の血と汗で儲けたいってわけ。どの道金は必要なんだろう。俺はそのチャンスを与えてやってるだけだ。試合は街のいろんな場所でやってる。好きなところに行きエディを払えば真剣勝負の始まりだ。勝てば大金を手にできる。最後の一人まで倒せたら、ね、決勝戦をお膳立てしてやる。説明は以上だが、分かったか。バッチリよ。よろしい。
ただ今はワトソンの外に出られない。だから歌舞伎から始めてみろ。歌舞伎、お前の力をナイトシティに見せつけてやれ。期待してるぞ。そっか、そういうイベント戦もあるわけね。イベントもね。歌舞伎に行く。歌舞伎、歌舞伎だね。意外とむずいな。歌舞伎の王者と。待て、てか本当に合ってる？マジで。本当にこのクエストでいいのかな。あ、やっぱだよね、メインジョブでサイドだよね。あ、これもしかし、待って、極中。あ、意外と高いじゃん。もうちょい、あ、危険度中ぐらいになったらいけるのか。いや、綺麗だね。それなりに。このアラトマ祭りの主催者はアラサカ社ですが、なんと花子アラサカ氏がこのパレードに参加する。意外とこのエレベーターリアルだね。WNS ニュース一同、祭りの成功を心より願っています。皆さんも楽しんでくださいね。いかんなあ、この辺りはウィッチャーの癖で全部こういうのを取りたくなる。素材に使えるんだよね、ゆくゆくね。昨日のことについて話を。報告書に全部書いてある。それはよく。文字ちっせえな、相変わらずは。マジでこれでもかなり文字大きくしたんだけどね。これだって僕ね、ほとんどサイズ的に見えてないのよ。多分見てる人なおさら見えないよね。お、 NCPD スキャナー、犯罪者と戦いに協力する NCPD から謝礼がもらえると。はいはいはい。フィクサー仲介役であり、近くの依頼を情報を教えてくれる。オフィサーね。まあとりあえず出るか。一応ここジャパンタウンらしいね。ブレインウォッシュ。あ、いたジャッキー。ほら座れよ。これは食い終わったらセニオールベクターに会いに行こう。そういえば昨日サプライズがあるって言ってなかった？それとも私の勘違い？なんだ、お前にしちゃよく覚えてたな。驚くなよ。実はな、とんでもなく割のいい仕事を見つけてきたんだ。仕事？まあそこまで大した話じゃないんだけどよ。紹介してきたやつの名前はデクスター・デショーンだ。ナイトシティ最高のフィクサーだぞ。あのアフターライフの太っちょブラックジーザス。正真正銘大物中の大物だ。デクスって誰だ？デクスターでしょ。久々に聞く名前ね。最近何してたの？ここ2年ほど雲隠れしてたからな。噂ではバケーションに行ってるって話だった。2年も？それじゃバケーションじゃなくて失踪よ。一体何してたの？ピザでも頬張りながらバーチャルポルノでマスを描いてたんじゃねえか？大事なのは、やつがカムバックし、新しい仲間を探してるってことだ。仕事の内容は？仕事の内容は、生きて帰れるんでしょうね。本人が直接お前に説明したいとさ、一対一でな。プレッシャーをかけるつもりじゃないけどよ。うまくいくかどうかは全てお前次第。やらないよ。なんで私なの？なんで私なの？あんたとティーバグで勝手に決めたんじゃ。
ティーバグとデックスは付き合いが長いし、俺の顔も見飽きたらしい。あとはお前を見定めておきたいそうだ。これはあいつの仕事だ。あいつが仕切るのはしょうがねえ。やり方が気に食わなくてもな、とにかく俺を信じろって。信じろね。デックスは一流のフィクサーだ。いや、もちろんハドレや若子を悪く言うつもりはねえが、とにかくデックスは別格なんだよ。わかるか。フィクサーのことはよく分かってる。フィクサーのことはよく分かってる。使い捨ての間抜きに仕事をさせたら、死体を埋め立て地に捨てるだけ。言い得て妙だな。うう、くったくった。お前の車を持ってきたんだ。スカベンジャーとやり合った時の傷もダチに頼んで綺麗に直したんだ。ありがとう、ジャック。助かるよ。ミゲルの腕は一流だ。そうか、それこそ新車と見間違うほどだぜ。さて、そろそろ行くか。行こうか。早速試乗してみましょう。そうでね、ノーマッドだと車が使えるらしくって。最初から本当に新車。ほうほう。こんな感じなんだ。まずはリパートグのとこか。あんま飛ばさないでくれよ。食ったばっかだからな。その前にカメラを。俺もビグのところに寄るつもりだったんだ。ミスティとデートがある。それはそれは。ミスティとはなんつうかよ、フィーリングが合うんだ。さて、はい。まあ速攻ぶつけるよね。で降りて。ついにチャンスが来たな、ビー。ビグに調整してもらったら会いに来い。デックスの件を話し合おう。調整ね、何の調整だ。本当にそれは自分だけの記憶なのか。それは君だけのものではなかった。さすがに取れるものはないか。ドクター・ベクターが待ってるわ。俺はここで待ってるぜ。ミスティと話があってな。なんだか嬉しそうね。ほう。あそこが入り口ってわけか。なるほどね。久しぶりね、ビッキー。まだくたばってなかったの？相変わらず失礼なやつだな。リパー毒、一般的に行われていることとはいえ、サイバーウェアのインストールは危険を伴う施術であり、資格を持つパード、リパー毒にしか使えない。ナイトシティ複数のリパー毒が開業しており、さまざまなサイバーウェアのアップグレードができると。それで今日は何の用だ。この間の仕事でクライアントの神経ソケットにつないだんだけど、何か混じってたみたいで。頭痛や吐き気はあるか。光に過敏になったりは。その全部よ。わかった。じゃあ早速見てみよう。で、それ以外は大丈夫か。そうだね、目星アイテムないから大丈夫です。ほい。新しい装備がいるの。実戦向きのやつ。視力強化系とグリップが欲しい。ずいぶん思い切ったな。あのデクスターでショーンから仕事を受けたのよ。メジャーリーグにふさわしいテックがなきゃ。なるほどな。確かにでかい話だが、当ててやろう。まだ金は受け取ってないんだろ。今一戦仕事あったちゃんとある。あー、ない。お金あったら言えるのか。心配しすぎよ、ビク。金なら利子をつけて返すから。今回限りだ。いいな。ありがとう、ビク。
なんかヤバそうなのつけてた。そこに座りな。リラックスしろ。でもめっちゃシステムの動作不良の文字出てるもんね。ヤバそうだな。こいつはキロシ工学。ここで取り扱ってる商品の中でも最上級の一品だ。繋いでみろ。つなぐか。好きに見てな。その間にお前さんをスキャンさせてもらう。サイバーウェア、有機体の体組織に置き換える機械のことをサイバネティックインプラントと呼ぶ。サイバネティックインプラントは超人的な力をもたらし、戦闘能力と潜在能力を向上させる。一般的に行われる、こととはサイバーウェアインストール危険が伴い、威力を入れるんじゃないのだと。まあ、するなよと。そういうことだよね。四角形。目ん玉。思いっきり目ん玉刺したな。手は？あ、まあやっぱパーツで変える感じなんだ。てか、一応骨にはなってるんだね。さっきも言った通り、マーク1は一級品のスキャナーだ。角膜にデータが表示される上、外部レンズの妨害機能まで内蔵されてる。あらゆる監視カメラに顔がはっきりと映らなくなる。だが気をつけろ。体は普通に映っちまうからな。こいつもいけるはずだ。キロシとも互換性がある。いつでもいいよ。始めて。よし、こっからが本番だ。そのメジャーリーグ級の腕をここに乗せな。元気にしてた？久々だけど、元気にしてた？ビクター。正直言って大して変わり映えのない毎日さ。だがそれでいい。俺も昔は駆け引きと馬鹿し合いの世界に生きてたもんだが。だが？ある日そういう生き方に別れを告げた。この町の伝説にはなれないだろうが、夜はよく眠れるようになったよ。結構やんちゃしてた感じかもね。それでいい。まずは軽く麻酔を打つぞ。あ、何か感じるか？会社に来た気分ね。手を挙げればいいの？会社に来たみたいな気分。いちいち聞かなくていいって。そんな態度を取っていいのか？俺だってもう年が年だ。この老いぼれた生身の手が滑るかもしれん。外すぞ、いいな。外すの？でもそうだね、麻酔とかの話出てたけど、神経はあるんだね。じゃあ体の中どうなってんだろうね。骨格もあったからね。よし、それじゃ早速試してみるか。繋ぐぞ。違う違う、今繋いだらダメだよ。違和感があるかもしれない。視界がぼやけたり多少ちらついたり。どうだ、しっくりくるか？あ、最高。すごいよ、ビク。そりゃよかった。人物のスキャン、光学サイバーウェアでは人物をスキャンすると強さ、所属組織、使用する武器タイプなど見れると。いや、スキャナーだ。慣れるまで少々時間がかかるかもしれんが、一度目の正直とは言わないだろう。徐々に思考と同期してお前さんの意図を読み取ってくれるはずだ。NCPD のデータと連動するスキャナーも入れといた。ろくでなしに遭遇した時にそいつのろくでなさがわかるってわけだ。賞金首データベースの賞金首がかけられた人物を示すデータベースを利用できるようになったと。ああ、これで金集めれるんだ。どうだ、まさに魔法の目だろ。武器を構えてみろ。
弾数と新しい照準が見えるはずだ。え、マジで？え？さっき言った神経ウイルスは確認してくれる？とっくに治療済みだ。インプラントをつけてる間に回路をフルスキャンして駆除しておいた。完全にクリーンだ。保証する。ほう、ありがとう。最高だよ、ビクター。なんて言ったらいいのか。投薬量はしっかり守るようにな。今すぐ2回、1時間後にもう2回だ。ありがとう、ビク。オンに切るよ。いいってことよ。応援してるぜ。ただメジャーに行っても初心を忘れるなよ。メジャーに行ってもね。何がどう変わったんだろうね。視界が良くなったのか。多分スキャンレベルとかこれのことだろうね。上がったね。撫でる。あー、猫ちゃんいたの。待って、めっちゃ普通に。あー、いるね、こんな猫ちゃんね。あ、かわいいね。こっちではない。ダーリン、ハートチャクラの調子が悪いみたいね。私が浄化してあげる。でもネガティブなエネルギーと、とにかく赤い。ヨービー、お前がドクターといる間にデクスと話したんだ。車でお前のことを待ってるってよ。すぐそこのグラムスキーバーガーズの隣に止めてるらしい。わかった。ゴマを吸ってくるよ。ゴマね。何？品定めでもしてるの？ほい。本当にそれはデリケートな案件があってね。だからあなたに連絡した。街でサイバー戦争による襲撃事件が増えてる。よくある話だと思うかもしれないけど、私にとっては重要な問題なの。いろいろとあってね。実はサイバーサイコシスを治せると言ってる人たちがいるのね。馬鹿げた話に聞こえるのは分かってる。でも命を奪うよりその実験療法を試すべきだと思うの。今後サイバーサイコ襲撃の情報が入った時は連絡する。マックスタックが到着する前にあなたに調査してほしい。でも忘れないで、あなたを行かせるのは処刑させるためじゃない。襲撃者の動きを封じてくれたら回収の車を送るから。頼んだわよ、リー。さて、で、目的地に着いた。敵の無力か。はいはい。敵を殺さずに無力化する方法はいくつかある。テイクダウン、ヒッチシクイック、ハック。ハックもか。なるほどね。じゃ。すげえな。なんか FF7 のバレット2みたいだな。乗りますか。ミス・ビュー、あえて光栄だ。レクスターでしょう。噂通りの体格ね。おい、出せ。本題に入る前に一つ質問がある。凡人として何の面白みもないしみったれた平穏な生涯を過ごすか、名を挙げて華々しく早死にするか、お前ならどちらの生き方を選ぶ？何を成し遂げる、それが理由か。何を犠牲にしようとね。いいよね。新参者はそれぐらいの意気込みでないとな。気に入った。本題に入ろう。今でかい仕事に目をつけている。スカベンジャーの山がままごとに思えるほどのな。ほう、詳しく聞かせて。仕事の内容は？ある。試作型のテック、正確に言うとバイオチップがあってな。そいつを手に入れた。どうせ企業から盗めって言うんでしょ。あらさかからだ。何か問題でもあるか。
自殺行為はまあ別にだね。相手が企業だろうと関係ない。ほう、大した度胸じゃないか。お前とは金になる良好な関係が築いていけそうだ。何かプランがあるの？やるべきは2つ。まずはメイルストロームの連中の問題を片付けてほしい。次にこの山を持ちかけてきた依頼主と会え。簡単だろ。直接会って話したいそうだ。メールストロームの問題。メールストロームの問題というと揉め事でもあるの？このチップを刺せ。いきなりか、嫌だよね。まあでも取るしかないからな。ありがちな話さ。2週間前にイカれた連中がミリテク社のコンボイを襲撃して兵器を強奪した。ミリテクはメールストロームが1枚噛んでたことすら知らないな。盗まれた兵器はプロトタイプの戦闘ボット、通称フラットヘッドだ。まずはそいつを入手する必要がある。ロットなしではあらさかのチップを手に入れることができない。つまり俺もお前も報酬なしってことになる。とはいえボット自体は使い捨てのおもちゃ。とにかく俺はすでにボットを購入した。だが問題は話した相手がブリックだったってことだ。そのブリックはメイルストロームのリーダーだったんだが、同じギャング仲間のサイモン・ランドール、通称ロイスに引きずり下ろされた。俺と取引をした3日後にな。今じゃロイスがリーダーだ。すんなりとボットを引き渡してくれるとは限らない。おまけにもう一つ、ミリテクのメレディス・スタートって女が関心を示した。そのロイスはどんなやつ？そのロイスってどんなやつ？クローム狂いのサイコパス野郎だ。この街じゃ珍しくもない。確かにな。だがロイスのやつはかつての仲間を業務用の電子乾燥機にかけるほど気合が入ってやがる。最初に爆発するのは目玉らしい。ポンってな。残りはドロドロになるそうな。えぐいな。女の詳細は？その女の詳細は内政担当の企業エージェントだ。例のコンボイの件で躍起になって嗅ぎ回ってやがる。唯一掴んだ手がかりはトランクの中で丁重にもてなしてるらしい。締め上げてものれんに腕押しで相当焦ってるようだ。つけ入る隙があるとすればそこだな。もちろんそのためには女の情報が必要だ。今送る。そう、依頼主のことを聞きたい。依頼主ってのはどんなやつ？なぜ会いたがってるの？名前はエブリン・パーカー。一筋縄じゃいかない女だ。素性を探ってみたが。見たが？パシフィカの連中から連絡があってな。余計な詮索をするなと言われておしまいだ。ともかく依頼主は危険に身をさらす本人との面会を希望してる。つまり実行役とな。俺は広報待機。ティーバグは愛想ってものを知らない。ジャッキーはまあわかるだろ。残るはお前しかいないってわけだ。そうか、分かった。問題ない。大体分かった。仕事にかかりましょう。頼もしいな。エブリン・パーカーとの面会は手配しておく。フラットヘッドの件は任せたぞ。ああ、にしてもあれだね。もう話聞きながら話の内容もなんだけどさ。お、何？平穏な生涯と栄誉の死、どちらを選ぶ？どちらね。選択肢出てないけどね。また会おう。特定の行動を取るとストリークトクレード、すなわち人々からの信頼を獲得できる。評判を上げれば新たなチャンスが訪れるかもしれない。なるほどね。ジャック、デクスと話したよ。なかなかの大物だったろう。いろんな意味でな。まずは私たちの力量を見極めたいんだって。
メイルストロームとミリテクのいざこざに巻き込まれた感じがしなくもないけど、メイルストロームが軍の戦闘用ボットを盗んだの。デクスはそれを買い取ろうと金を払ったんだけど、直後に組織のトップが入れ替わった。ああ、その件なら聞いてる。ロイスとブリックがやり合ったんだろ。まあそんなとこ。ネクスはロイスと話せと言ってる。あとミリテクのエージェントの情報もくれたけど、彼女が役に立つかは未知数ね。なるほどね。それともう一つ、それともう一つ、この件の依頼主エブリン・パーカーに会わないといけない。そりゃデクスの仕事だろ。あいつは何してんだ。リムジンで姉ちゃんをはべらすだけか。クルーと直接会いたがってるから、私に行けって。まあ、考えがあってのことなんだろう。え、メイルストロームとパーカーどっちから片付ける？ああ、まずメイルストローム。メイルストロームね。すんなり行くとは思えないけど。わかった。俺は一足先にオールフーズに行くか。現地の周辺を探っておくぜ。また後でな。ほいほい。ああ、結構話長かった。ねえ、そうそう、あのね、ウィッチャー3の時もなんだけど、声当てがめちゃくちゃうまくて、この CD プロジェクトさん。やっぱあれだね、あの日本語喋ってて口が全部合ってるもんね。回収、もう一度念を押しておくが、ああ、恐らく応じる必要はないと。ああ、はいはい。フラッドヘッドの代金を払うよう脅されても応じる必要はないと。金要求されても無視しろってことか。キャラクターレベル上げれるね。長押しで上げて、有酸素運動、ザロック、ノックダウン無効化、鋼とクローム、近接ダメージ上がると。これめちゃくちゃいいのがあるね。無敵、これは取れない再生。ああ、これいいね。再生するのはありがたいね。肉体レベル7か。あとイベントリではなくマップでもなく、そうね、クエストの追い方がさ、まあジャッキーと会うかとりあえず。まだね、戦闘らしき戦闘っていうのは最初以外ないんでね。お？まあでもアイテムはゲットだね。戦闘ガジェットの装備、グレネードイベントリーで戦闘ガジェットを揃って割り当てれば、戦闘がしやすくなると。武器あれだな。武器もなんかちょっと変わってるぞ。
多分これで。やっぱ上で合ってんのか。車欲しくね。これ走っていくのか、これ。ファストトラベルしよう。あるかな。いや、ないね。走る。まあ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 、人であって人ではないようなもんだからね。ああ、やっぱ武器外れてるね。なんだろうな、ちょこちょこ外れるんだよな。外れてないか。もうつくね。ああ、普通に走っただけだったな。さあ、ジャック。おお、来たか。バイクじゃん。どうなったか聞かせてくれ。こっちだよ。そのバイクってアーチ？それってアーチ？いいバイクね。こないだの分け前で買った。かなりお得だったぜ。いくらお得と言ってもアーチなら中古でも相当値が張るでしょ。まあローンなんだけどな。だがよ、間違いなくそれだけの価値はあるぜ。へえ、めっちゃかっけえ。ティーバグの方はどうなってる？ティーバグの方はどうなってる？話はしたの？デックスの山だって伝えたらやる気満々だったぜ。もう準備を始めてる。なんてったってバグはデックスが休業する前からの仲だからな。じゃあ行きますか。デックスはもうメールストロームにボットの代金を支払ってる。問題は連中がおとなしく商品を渡してくれるかどうかよ。前払いしたのがバカだな。まあいい、いずれにせよ手に入れなきゃ始まんねえ。それで作戦はあるのか？作戦？サスケ、作戦ってなんすか？簡単にいかないよ。お金もないな。相手はメールストローム。簡単にはいかないでしょうね。ギャングの世界はシンプルだ。力が正義、弱肉強食が全て。やるかやられるか、それしかね。じゃあ早速コケツに入るか。入りましょうかね。行こう行こう。行きましょう。よし、じゃあちょいとお邪魔させてもらうとするか。かっこいいよね。しかしよ、なんでよりによってこのサイボーグどもと。ギャングなんてどれも一緒でしょ。バレンティーノズを見ろ。神と聖母の教えに従い、何よりも敬う心ってもんだ。目的と流儀、何が許す。おお、じゃあまた後でな。お、すまんすまん。ああ、話を無視することもできるわけね。ごめんって、ごめんって、急に黙らなくても。あれ？インターホンを鳴らす。こっちではないの？誰だよお前ら。デックスに降りてきた。デックスに降りてきた。ロイスは？メインルームに来い。待ってたぞ。メインルームね。いや、めっちゃ仕掛けてるやん。いい場所だ。観葉植物が足りねえけどな。たくよ、これじゃあ要塞と変わらねえな。本当だね。しかし食品工場にしては過剰な防衛設備ね。全部例のコンボイから奪ったんだろう。間違いない。死体にたかるウジ虫みてえにな。
ロイスについてどこまで聞いた？デクスから少し。ちょっと特殊なやつに。そっちは何があった？ミリテクシャ製ね。超高級軍用ハードで身を固めたイカレサイボーグどもと取引か。楽しくなりそうだ。ミリテクのトラックがあった。レッチュメ、積みのいくつか奪っただけだと思ってたが、トラックごと盗んだのか。ほう、なかなか派手だね、トラックごととは。なんか人あまりありそうな雰囲気だね。ああ、地雷ね。嘘だろ？ここは町のど真ん中だぞ。あいつら戦争でもやってるつもりか。ジャック、嫌な予感がしてきた。ああ、こいつらがただのチンピラじゃねえことは確かだな。また地雷だ。マジかよ。地雷の数やばくねえか。ここか。そしたらその前に、ほう。ああ、メガネとかね。じゃなくて、マシンガンは、特につけれるものはなし。こっちの方が使えんだよね。ああ、そういうことか。まあ、ド派手に行くならこっちだね。やべ、俺間違えて仕掛けたね。いや、そうだよね。やっぱ攻撃したらダメだよね。長弾とかあるんだね。てか、まあ強そうな感じだったね。素材持ってたんだよな。めっちゃいろいろ物資あるじゃん。物資は。ああまあ、はいはい。じゃあ会話しますか。待ってくれ、俺はアイテムが欲しいんだ。これあれだね、相手の縄張りだってことを忘れるな。はいはい。2周目3周目楽しみだな。フラッドヘッドもらいに来た。フラッドヘッドもらいに来た。モデル MT0D12、 通称フラッドヘッド。それが何だってんだ。ブリックに代金を支払ってやる。私は受け取りに来ただけ。
必要ならロイスと直接話をしてもいいけど。いや、俺と話せ。俺はダムダムだ。座れ、そこのソファに。ソファね。座りますか。座れ。お前もだ、デカブス。俺はいい。何かぶつけてやがんだ。ソファに座れっつってるだけだろうが。断る。いい度胸してんじゃねえか。座らねえと頭に鉛をぶち込む。ジャック、座りなって。ろくなことにならねえぞ。じゃねえか。ほらよ。遠慮しとく。そうそう、自分ですいな。すまんねえ、女だな。真面目かい。あれだ。さてと、こいつがフラットヘッドだ。モデル MT-0D12。 確認させて。しょうがねえな。あ、でもちゃんと見せてくれるんだね。こいつはすげえぞ。ダイナミックな熱光学迷彩装甲に加え、完全没入型の認識システムをエイブンで操作可能。はあ。新型アクチュエーターにはチタン、バナジュ、ケブラーの合金が使われてる。これを見てみろ。完全統合型リンクだ。こいつが壁を登り、天井からぶら下がったりしたら。酔い止めが必要になるね。気に入ったか。もらってく、もらってく。そいつはよかった。クレジット見せな。ブリックに支払い済みよ。2回も払わせる気？ブリックのコイン、改めて取引しましょう。ならブリックのことはいい。改めて取引しましょう。なかなか話がわかるやつじゃねえか。とにかく、こいつが欲しければまずは兵器を見せな。割引してくれない？お金は一度手に入れてるんだし、割引してくれてもいいんじゃない？たっぷりと。割引だ？そういや、誰のせいか聞いてなかったな。お前のボスの名前は？デショーン。デクスター・デショーン。デクスター・デショーン。パシフィカの半分をめちゃくちゃにしたあのデブ。うせ。あのね、体力が高いと今みたいにゴリ押しとかああいう戦い方ができるらしいの、ね、よ。ほら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 、まだダメ。なんでこっちは狙ってこない。まず、早かった。アイコニックアイテムを設計図に入手した設計図を使えば、より高品質なバージョンクラフトができると。やりー。絶対1周目で取れるはずのアイテムじゃない。こいつ、硬すぎねえか？一番強いじゃん。さあ、閉じ込められた。ウィ、ボットと操作用チップを回収しろ。ボットとチップ、両方取った。
取ったよーん。急いだ方がいい。はいはい。いやー、俺じゃないと取れないね。とりあえず。リロードは全部 OK かな。どうした？ちょっ、ん？ああ、いたいた。肉肉肉。吐き気がするぜ。処理。そこんべやね。肉は好きだと思ってるけど。本当にここを行くのか。ここを行くというかどういう道順ですかい？上はっ、いや、違ういけんね。あ、こういうことね。いやー、まさかね、テイクダウン狙えるとは。あー、動いてる、急ごう。おーおーおーおお、どっちどっち。あ、こっちじゃない。これ絶対今じゃなかったな、取るの。ほっ、あぶねえ。意地でもアイテムだけは取ると。ブリッジプロトコルで5個と、これ以上は無理か。下か。隠れてるよーってかね、難易度一番高いからね、避けたいんだよね。電源オフ。はい、よしよしよし。あっちなんだよな。で、いつもで隠れてるつもりだ。カエロショットいけるかな。おーおお。ちょっと待った。そっか。武器替えからいきなりできないのか。ちょっと待った。素手じゃないと後ろも取れてなかったか。あー、今ので嫌だな。とりあえず、カメラ止めてやると。てかね、夫さんね、銃の威力がそこまで高くないから、ヘッドショットも入らないからね、そんなにね。敵が増えても困るしな。くそ、閉じ込められた。いい、ボッドと操作用チップを回収しろ。はい。こっからか。ボッドとチップ、両方取った。急いだ方がいい。さっさとここを出よう。早く新鮮な空気が吸いたいぜ。まあそうだね。
ないよね。よし。ああ、またこっからか。肉肉肉。吐き気がするぜ。処理用のコンビ。肉は好きだと思ってたけど。本当にここを行くのか。もう一回これ取らないといけなくなるのか、ミスったら。いやだな。動いてる。急ごう。バウロス。よし、気合い入れていく。ほい。電源オフ。オッケー。で、こっちも電源オフで、びっくりしょ。おい、手を貸してくれ。集中攻撃。硬すぎだろ。硬すぎだって。あー、きついね。てか、どこにいる敵？いて。いた。ウィンギ。来い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 。逃げるか。見つかっちまうぞ。見つかるね。いやいやいや、どう行くのが正解？おお、イルシメの前。はい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 。痛い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 。ダメージ入ってんだよな、やけど。
マジでさ、全然近づいてこねえじゃん。死なねえ。マジか。お前ベカタスか。あ、弾切れ。これ落ちるか。電源オフで、まずはこっちも電源オフ。BD55 で。死ぬまで隠れてるつもりか。なんでグラップルできなかったね。今のは聞いただろ。三点バーストか。びっくりしたびっくりした。画面。くそ気づかれちまう。はい、グー。痛い。何が当たった今の。あと一人いないっけ。いるよね。集中攻撃を受けてる。援護してくれ。おお、100いく。よし。ああ。いいぞ。
さすがに100ダメいくと強いね。あーでもやっぱ3点バーストブレるのきついな。ラム不足か。不足してんの仕方ねえか。いるね。なるほどね。カメラ壊れた。わかるわかる。あー消火栓。左上いるね。目動きが取れない。よしよしよし。素材今取れるだけ取って。マストね。ジャック待たせた。俺はもうアイテムを取るから。で、おお、ジャック何してんだい。いやそれはしなくていいと思うけどさ。片付いたな。いや本当よ、やっと片付いた。これはいいだな。いい。ハンドガンレベル上がったね。てかこのハンドガンは強いわ。今手に入る中で結構いい方なんじゃない？ほら行くよ。武器取るだけ取って、もう行かないとね。1だね。ちょっと待った。どう、いやこれ俺の選択悪かったか。もうはあ
自動アイテム回収が欲しいな機能がマジか。入った瞬間バレたもんな。問題はそこだよね。バレてしまうか。これでしまいだな。まあちょっとずつ当てれるようになってる気はするんだけど。はあ、セーブもう一回しとこう。この回収が一番めんどい。で、この状態で行っても危ないから。これは？パワーアサルト。ノアキの方が強いんじゃない？やばっそこれ見た目いいな、最高じゃん。でショットガンダブルバレルって書いてたね。見つかるぞ。はい、だってさ、こっから先見つからない方がすごくね。まずカメラ、よし、いった。サーチ完了。あとは、これ電源オフでしょ。他もいないよね。終了。ってことは、新着アイテムあり。アイテムの銃はどこだろうね。欲しいよね。あれか、いるのか。普通にいいんじゃん。
に使うけど。うわ、どう行くか。なんやろ、北斗の拳みたいなセリフが出てきたな。脱出ルート、ここまで来てか。いや、やべえな。ショットガン2発当ててもこれか。うわあ。あー、きつい。あー、強い武器欲しい。ってことはもう単純にまあハンドガン3点バーストが一番強いのか。ノーマルにしたら楽だろうないやいや、意外と最高難易度どうこうのレベルじゃなくなってきたな。探索か。はいはい。こんなもんか。装置があるっていうぐらいだもんね。大量の火薬ね。ああ、切っといて。あ、カメラがあるぞ。
まだバレてる。怪しんでるだけだからね。意外とでもこう思いっきりってバレないんだよね。さて問題はここから。貫通してきやがったぞ。やべ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 、なんか音がした。グレネードだ。きついってきついってきついってさっきから。あーマジか。集中攻撃を受けてる。援護してくれ。でも絶対あそこから出てくる気はないんだよね。手前がちょっと邪魔だね。動いてこないんだよな。
て。ガーダ待て。いるのは分かってるんだけど、刺しまくるしかないんだよな。その程度で俺がやられるかよ。身動きが取れない。顔出せ、顔出してこい。マジか。これここでやられたくはない。ほう。いや、あのね、何もよくわかんない。このダメージがあるんだよね。めっちゃ飛ぶじゃん。ああ、やっとよ。なんかね、余計なことをしたなとは思う。いやーマジで辛いって。レア度の高いのが手に入るのはいいんだけどさ。ほんとだよ、ごめんねジャック。取れない。本当に。ああ、そうだね。まあ、とりあえず脱出しよう。ん？あ、上か。そうだね。そしたら手に入ったもの見ますか。
まあ、ショットガンには必ず劣るからいいとして、はあ、ネットランニングとか、あ、こういうのがあるんだね。ズボンもちょっとだけアップ。片付いたな。サイトがめっちゃかっけえ。タイム。やべ。よし、セーブ。いや、多分オートセーブ入ってそうな気がするね。いや、もうセーブするよ、もう。もうね、一番バグが怖えから、マジで。てか、長くね？絶対俺多分選択ミスったと思うんだよね。世紀末みたいな格好をしてるよね。銃が虚しく落ちてるね。よし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 。もう、消えたのがマジでトラウマになるからね。とりあえずカメラで索敵しまくって、こういう漏れた人とかをとりあえず探して、用が済んだらオフと。ただ問題はそこは分かんのよ。こやつよ、こやつ。大丈夫、ちゃんと回収してあげるから。赤色欲しいね。えふい、さよなら。なんだろうな、さっきまでの恨みをここでもかと言わんばかり。あったあった、これでしまいだな。そうだね、マジで FPS だからさ、視点がほんと難しい。片付いたな。
はあ、よし。じゃあその姉妹の前に漁れるもの全部漁ってね。ヤッホいや、強い強い強い。やっぱこれ強えわ。でバースト系好きなんだね。あ、なんか使い勝手がいい。反動がずっと続いてずれる、ブレ、なんかブレることがないからね、Mはね。まあブレるっちゃブレるんだけど、ブレの度合いが。技術を。あー、6あったらこっから抜けれるのか。多分そういうことだよね。静かにな、フィ。手に張れるぞ。もう静かにって言ってもな。めっちゃ暗くて分かんないんだよね。ちょっと待ってね。まあ、いっか。よし。はあ、ちょっと回復して。全身スーツは中にちゃんと着るんだね。まあ、この防具を超えるものは基本ない。あ、ないと思ったら意外と良さげなの来たね。よし。慌てんな。見つかるぞ。はいはい。ここまで行きたいけど、慎重にな。ふう。めちゃくちゃ鈍い音聞こえたんだけど、あー、そこは行った瞬間バレるでしょう。それは許せ。やろうやろう。
熱っ。まあ、赤いく、おオーバーした。容量をオーバーして動きが鈍くなったね。ってなるとさってなるとちょっと待った、こんな動けないの逆にやばいから、なんかすっげー伸びあるね。ディフェンダーディフェンダー、いろいろ食べそう。どこ行ったっけ。よし、終わり。早く新鮮な空気が吸いたいぜ。そうだね。俺も久しぶりに外出たい。他にレアアイテムはない？まあ、こんなもんか。お、そう、あのね、今出てきたさ、この赤いやつ、パワーライトマシンガンか。えぐいな、来たなー。あー、それだったら、制圧系が来たことになるから、これリボルバーなんだよね。リボルバーはダメージ高いんだけどっていうとこだよな。おお、外出れる。いや、これ出れる？うん、出れるね。下手に出ず、借りを作らず、企業とのしがらみもなしにフラットヘッドを手に入れた。100点満点だったぜ。褒めるなって。はあ、何度死んだことか。ああ、その通りね。ケースバイケースよ、今回は運が良かった。素直じゃねえな。だがな、これは運じゃなくお前の決断が生んだ結果だ。それを忘れんな。うん、だからケースバイケースで殺しにかかったんだ。しかしよ、この町は最高だ。数えきれねえチャンスと混乱、憎悪で溢れてる。
だが根性があってそれを生かす方法を知ってりゃどんなことだってできちまう。鉛玉を食らわない限りはね。そん時は派手に散りゃいい。町の伝説として語り継がれる。永遠に生きれるんだ。これからどうする？これからどうするの？どうするって？ミスティンとこに戻って命のありがたみってやつを堪能するのさ。生きるか死ぬかの戦いの後はそいつに尽きる。この仕事には危険がつきもね。本気で死の恐怖を感じた？死ぬかもって本気で思ったの？いや、そんなんじゃねえけどよ。無事でよかったってだけさ。さて、デクスへの報告は任せたぜ。じゃあな。いた。待って待って待って、そんな、仕事は進んでるか、ミスビー。ボットを手に入れた。ほう、問題なくいったのか。それとミリテクはどうした？それが代金を支払い済みだって言っても、ロイスは聞く耳を持たなくて大変だった。ではどうしたんだ？コーポの女を利用したのか？ミリテクの協力なしで進めた。危険だと思ったから。ではどうやってロイスからフラットヘッドを手に入れたんだ？私が知ってる唯一の方法、力ずくで。大した度胸だ。エブリン・パーカーとは会ったのか？まだこれからよ。そうか、パーカーと会わないことには始まらないからな。彼女はリジーズバーにいる。任せたぞ。ああ、度胸は認められたと。さあ、レベルが5。めっちゃ上がったね、レベルね。なんだっけと、うろ。とりあえずうろ。ああ、やっぱお金もあれだね。ウィッチャーと同じで、交換制だね。まあこれだけ残してっていう感じでしょうか。あとはあ、服は一旦全部預けるか。なんかメッセージ来た。はじめに現実を思い知らせる時は来るだろう。世界の未来はその先にあると。めっちゃ苦労したけどな。はあ、はい、ということで、今回はここまでにしたいと思います。マジで落ちるの怖え。まあまあ、ちょっと今回ライブでしてたんですけど、ちょっとライブの方がいろいろと機材トラブルがあったので、後日こちらの方はアップすると思いますので楽しみにしておいてください。まあライブも残せたら残しとこうか、ちょっと考えてみますね。はい、ということで遅くまでお付き合いいただきありがとうございました。また次回、まあハードモードのままでノーマッド編やっていきたいと思いますので、ぜひ遊びに来てください。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、僕も楽しめました。めっちゃ楽しかったけどめっちゃ苦しかったね。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。